オープン戦 DNA、オリックス、19日、横浜スタジアム。オリックス、山下俊平大投手がプロ初の中5日で先発し、今季4度目の実戦でワーストとなる7安打3失点、4回3分の2で降板した。初回西1・2塁で昨季世首位打者の宮崎を見逃し三振。 続く2回2死2塁では関根に1塁強襲の安打を許し、実戦10イニング目で初失点を記録した。3回には牧にバックスクリーンへ一発。5回1死2塁でも宮崎に中前敵地打を運ばれた。1死1塁としたところで玉数が99玉に到達。2番手の安倍に交代した。 山下は開幕2カード目の初戦4月2日の西武戦ベルーナドームで先発が有力となっている。